どうやら私が勝ったみたいだ。ちょっとしっかりしてよ。ねえ。ちょっとしっかりして、レジーナ。これ。いや、お腹が冷えてるんじゃないの。これ、ベルト。興味あんだよね。あんたが持ってるレジーナ。タックは大丈夫。ありがとう。タックは大丈夫。レジーナ。ちょっと興味ある。私、引退前にどうだろうか、その辺。もしかしてそれは挑戦したいということですか。だけは言わないけど、興味があるって言ってるだけじゃん。その件については何度も言ったように、誰の挑戦も受けません。もうやるつもりはありません。ずっとチャンピオンにいられるでしょ。おい平田、なんかさ、レジーナになってからさ、40以上は防衛戦しなくてもいいとかそういうのを言い出してさ、本当に防衛して、防衛戦してじゃないと剥奪するよ、本当に。お客さんだって防衛しようって言ってるよ。もう大阪中から嫌われた感じがする。だってそんなのやりたくないじゃん。ベルトなくなっちゃうかもしれないじゃん。そんなの本当に剥奪するよ。剥奪するから、剥奪していいですよ。決めます。来週の新木場と言いたいところだけど、あまりこう防衛戦が続いちゃうとあれだから、広田は名古屋出身だよね。じゃあ2月28日の名古屋で広田対KAORUタイトルマッチどうですか。だってそんな地元で恥なんかやりたくないじゃん。社長の言うことは絶対。ありがとうございます。じゃあ防衛戦するか剥奪されるかどっちがいい？ひでえ二択だな。あんたたちも防衛戦しないとこういう目に遭うからね。どっちがいいの？どっち？じゃあやります。じゃあ2月28日の名古屋大会で広田対KAORUでレジーナ戦よろしくお願いします。ありがとうございました。社長、引退前にね、腰寒いから、お腹寒いから、一回任せていただきます。ありがとうございました。だって、まくって。まくって。一応チャンピオンなんだからさ、この後締めてもらってもいいかな。いいかな。立てないぐらいなのに。立てよ。立てよ。だって一応じゃあ締める前にちょっと今日の大阪大会の入場者数は満員不動止めです。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと先にこうと思って入っちゃってるんですけど、多分コロナで来れなかった方でもう全部売れてました。ありがとうございました。じゃあ、あとはよろしく。ひどいでしょ、ひどいでしょ。でも、本当に年明け一発目の大阪からママね、すっごい負け方したの。のひどい負け方したんだ。見てた？見てなかったか。見なかった方がよかったんだ。見た？ひどかった？ママね、2月の28日にKAORUさんと防衛戦することになっちゃったので、ずっと強いままでいるためにあんなね、チャンピオンベルトをね腹巻きにしようとしてるやつなんかにベルト任せないから、じゃあ子供たちの前で約束します。そして皆さんの前でも約束します。2月28日防衛戦ベルトを守ります。そしてまた大阪に次回大会はまだこの状況なので大会いつっていうのは決まってませんが、必ずまたベルトを巻いた姿で皆さんの前に、リングに立ちますので、その時はまた皆さんコロナに気をつけて会場に足を運んでください。どうすか？大丈夫か？今日は本当にこの状況の中、足を運んでくださってありがとうございます。いつも遠くの方から見守って、こうやって会場に足を運んでくださってありがとうございました。選手もまた体調に気をつけて、皆さんを楽しませに来ますので、また次回も来てください。それでは、最後に、みんなでこれがウェーブだってやるよ。そうだ、そうだ。いくよ、いくよ。それでは皆さんも先ほどのように心の中の叫んで高く手を上げてください。